ははいさんんこにちクッキンです今回はですね Google Chrome というブラウザですねについて説明していきたいと思いますまずブラウザっていうのが何なのっていう話なんですけれどもよくあの Windows とかお使いの方はですね最初からのインターネットエクスプローラーっていうインターネット閲覧するためのブラウザっていうものが搭載されてると思うんですけれどもそれと同じですね で、Google Chrome っていうのは、そのインターネットエクスプローラーの代わりに、えー、使っていきたいブラウザというものになっています。で、一応 Google Chrome の、まあメリットというか良さというのをちょっと、えー、ここに書いたんですけれども、えー、まず、速い。これがすごくいいですね。軽いんですよね、とにかく。インターネットエクスプローラーだと、まあちょっと、あの、もたついてたようなところも、Google Chrome ですと結構、あの、サクサクと動いてくれるっていうものがありますね。 で、あとはシンプルっていうのがありますね。えー、こちら今、えー、Google Chrome でインターネット開いているんですけれども、えー、まあ、すごくシンプルですよね。あんまり無駄なものがないので、えー、まあ、えー、こちらはブックマークで、ちょっと僕がたくさん入れてるんで、ここはちょっといっぱい並んじゃってるんですけれども、まあ、ここもあの、すぐ、えー、使えて使いやすいですし、本当あの、無駄なものがないんですよね。なので、すごくシンプルで使いやすいということですね。で、あとは、えー、拡張機能。 が、便利ということで、えまあ、え google chrome には拡張機能というものがありまして、それを利用していくことによって、えまあ、より使いやすいブラウザになっていくんですよね。で、例えば僕だったらこの右上のこれらは拡張機能なんですよね？で、これとかえ、このカメラマークとかは例えばえこれを使うことによって画面のスクリーンショットなんかをえ取れたりするので、えまあ、とても便利な機能になっています。 えまあそんな感じで、まあいろいろとメリットがあるのが、えー、Google Chrome のブラウザとなっています。えー、なのでまあこれからネットビジネスを、えー、やっていくにあたって、もしあのー、まだ導入されてないっていう方はですね、えー、ぜひあの Google Chrome を導入して、えー、そちらをメインで使っていくようにしてください。で、インストールしていく方法なんですけれども、えー、こちらにですね、えー、Google Chrome と、えー、入力していただいてですね、で、あの検索をしていただければ、 え、こちらに、え、上に、え、Chrome、ブラウザ、Google というもの出てきますので、え、こちらをクリックしてください。はい。え、で、こちらに、え、ダウンロードボタン出てきますので、え、こちらから、え、ダウンロードができるようになっています。え、ま、本当に使いやすいブラウザになっていますので、え、ぜひ導入していってください。はい。え、というわけで、え、今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ここまで動画をご覧いただき、ありがとうございます。 えー、YouTube チャンネルや、えー、ブログの方では、えー、最新の情報を、えー、どんどん更新していますので、えー、もしよければ登録してください。はい、えー、というわけで次回の動画でまたお会いしましょう。